髄一の資料魔術のスペシャリストが。冷えるね、この街は。あんたは私の何？資料魔術師ファノーラ・クリストフル。それから俺は野良かもね。他には施術の際、術者は非術者側に蘇生術に関する全ての情報を開示しなければならない。それ以外にも厳正な審査が山ほどある。自分や家族がアンケートとして蘇るのはとてもデリケートな問題。にもかかわらずのあるさ、野良ってのは違法に蘇生され、何の説明もなく死者としての自覚も曖昧な連中を指すようになった。とりあえず今できることをやりに行こう。正気をなくした。このランタンの明かりはアンレットにしか見えない。特にメンテナンス不良でしょ。まさかこんなに早くこれだけの人数が集まるなんて。肉体労働の助手のヨハンナさん、ほっといて大丈夫。そもそもこの数がバレずに街中にいたなんて考えにくい。ランタンの光を灯してから40分弱、人間の足で40分以内の距離。ずさんな蘇生だ。彼らを蘇生した術師は人を作るつもりがないみたい。術師の意によって3つの状態に変身。じゃあその力が必要になった時は手元にいなきゃ困るでしょ。正気じゃなくてどこへ行くかわからない。普通は閉じ込めておく、ここから離れるなとすり込んでおく。さあ、なんだよ。人の形をして動くってだけでいくらでも利用はできるよ。あの男は術師に命ばかりではなく